のみんな。最終候補者の中では一番のお姉さん、梅田えりかちゃん、小学5年生。みんなの前で歌えて踊れたり、注目される歌手。いっぱいあるよな。背は低いけど歌声はパワフル。清水咲ちゃん、小学5年生。元気な歌手になりたい。笑いの取れるアイドルが目標。矢島真由美ちゃん、小学5年生。ちょっとだけある。かわいい歌声が魅力。鶴永桃子ちゃん、小学5年生。自分の精一杯のお力を出すから、みんなにそこを見てほしいです。歌もそして運動も大好き。徳永ちなみちゃん、小学4年生。何万人の人の中でもし合格したらすごいなって思います。歌も踊りも大好き。村上めぐみちゃん、小学4年生。結構ダンス教えてとか言われて。目指すは大好きな後藤真希。須藤真麻ちゃん、小学4年生。よろしくお願いします。よかったら言いたいです。大人っぽい友達が魅力。夏休みエルちゃん、小学4年生。このプロジェクトにちょっと本当にタレントさんじゃないんですかっていうぐらい変わってない。家族の前で歌の練習は欠かせない。西村舞葉ちゃん、小学4年生。2万6000人言われんだ。お父さん歌うまいの。個性あふれる小学4年生から6年生のみんな。ねえ、どうなの最近の子は。かわいい。かっこいいね。どうなのね。かわいい。何食べたらああいうふうになるの。なんだろうね。注目の小学1年生から3年生のみんなはこちら。友達の紹介で、とびっきりの負けず嫌い。うまいゆりなちゃん、小学3年生。歌とお芝居です。ダンスも負けたくないです。石川理香の大ファン。中島咲ちゃん、小学3年生。結局そうあるじゃん。それも来たくない。つぶらな瞳がチャーミング。菅谷梨紗子ちゃん、小学2年生。ローラースケートで遊んでて。実は外で遊ぶことが大好きな女の子。大人顔負けの歌唱力。鈴木愛理ちゃん、小学2年生。ダンスは多分負けないと思います。宮崎駿の映画とモノマネが大好き。岡井千里ちゃん、小学2年生。賛成です。やる気は十分。ちゃんとしっかりやりたい。最終候補者、最年少は6歳、萩原舞ちゃん、小学1年生。バイバイ。もうなんかさチンクとか着て、楽しかった。可能性未知数な小学1年生から3年生のみんな。26,958名から選ばれた最終候補者は以上15名。